殺人業オプの細道は、松本清張の長編推理小説。ヤングレディに連載され、1982年5月に、講段社ノベルスから刊行された。連載時のタイトルは、風縁。後に、電子書籍版も発売されている。1983年2007年にテレビドラマ化、されている。若い女性が、 奥の細道ゆかりの土地で起こる連続殺人事件の謎を追跡するサスペンスミステリー。銀座で洋装店を経営する美しいおばは倉田雅子の憧れだった。ある時、雅子はおじ、信夫の故郷を訪問するが、そこでおじの所有する山林が秘密で売りに出されていたことを知る。売却したのは高子としか考えられないが、なぜそんなことをしたのか。 政子は前後の事情を調べ始めるが、そんな折、京都に行った高子が予定の期日に東京に戻らず、また三輪売却の仲介者が突然の死を遂げ、政子の不安が高まる。悲劇の予感の中、事件は第二、第三の殺人へと発展する。1986年に発生した鳥リ保険金殺人事件の容疑者刑が1991年7月に、 逮捕された際、K の自宅から数点の成長作品が見つかり、成長作品に似た手口と朝日新聞が報じた。成長はモデルになったとは考えたくないが、事件自体には関心を持っているとコメントした。松本成長の殺人量奥の細道。1983年1月8日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場枠にて、 二部構成の三時間スペシャルとして、放映。第一部、娘の疑惑旅行。第二部、美しい母の旅路。政子と、信夫、を、高子夫妻を、実の親子として設定している。視聴率21.9%。2007年12月7日にフジテレビ系の金曜プレステージ枠で放送。正式名称は、松本成長スペシャル殺人領奥の細道。 視聴率は16.2%ありがとうございます。